お腹が好きすぎて動けないよ。チューチューする力も残ってない。誰かがサキュバスちゃんを気持ちよくしてくれたらすぐに元気になると思うんだけどな。お礼に何でもしてあげちゃうかも。あのね、少し寂しいけど決めたことがあるの。もう君もチューチューしない。絶対しないの。だってこれ以上チューチューしちゃったら君の元気を全部奪い取ることになっちゃう。そしたらこうしてお話もできなくなっちゃうし、そんなのサキュバスちゃん耐えられないよ。でもね、チューチューしないけど会いには来るよ。君が起きてる時も眠っている時もいつだって君に会いに来るからね。ねえねえ、君はリョーナちゃんとお勉強どっちが好きかな。とっても大切なことだから教えてほしいな。それでね、答えは言葉じゃなくて態度で示してほしいの。君は頭がいいから。どういうことかわかるよね。ねえねえ、君にもやっぱり好きな人っているよね。やっぱりやっぱり同じ学校の子かな。あのね、君は年上の女の人はどう思う？例えば、リョーナちゃんとか。リョーナちゃんなら君にいろんなことを教えてあげられるよ。同い年の女の子が知らないこととか、たくさんたくさん君だけに。あのね、リョーナちゃん、君のこと好きになっちゃったみたい。だからその、もし今好きな人がいないのなら、リョーナちゃんのことも、ちょっと意識してくれると嬉しいな。あのね、先生、リョーナちゃん、誰にも言ってない秘密があるの。なんでかわからないけど、この保健室に来ると、ドキドキが止まらなくなっちゃうの。リョーナちゃん、変なのかな。ねえ、先生なら原因を見つけられるんじゃない？絶対そうだよ。じゃあ、診察お願いしますね。もう先生ありがとう。リョーナちゃん、とっても気持ちよかったよ。先生ってマッサージ上手なんだね。リョーナちゃん、こんなの初めてでびっくりしちゃったよ。いっぱいいっぱい気持ちよくさせてもらったから、今度はリョーナちゃんが先生を気持ちよくさせたいな。先生はどんなことされたら気持ちよくなる？教えてくれたら、リョーナちゃんがしてあげるよ。じゃあ、次に会う時までに考えといてね。リョーナちゃん、絶対に先生を気持ちよくさせてあげるから。うふぅ。リョーナちゃんは、厳しいスパイの特訓をいっぱいしてきたの。だから、痛くてひどいのとかは全然平気だよ。むしろ気持ちよくなっちゃうもん。へっ、だったらくすぐる？そう、それはちょっと苦手かも。言いたいことの方がいいよ。むふーん、その手には乗らないよ。君は敵側のスパイだからね。どんなに気持ちよくしてくれてもリョーナちゃんが秘密を話すことは絶対ないよ。どうして君は敵なんだろうね。もし違う出会い方をしていたら、きっとリョーナちゃんは。君も凄腕のスパイだね。いつの間にかリョーナちゃんのハートを奪ってたんだから。面白い映画を借りてきたの。だから今日は一緒にこれを見ようよ。
恋愛映画だからキュンキュンする場面とかもあるかもね。今日は最後までちゃんと見れるかな。だっていつも途中で君が、なんでもない。もう付き合って1年が経ったんだね。なんだかあっという間だった気がするよ。妙なちゃんって他の子と少しだけ違うみたいだからさ、君もすっごく大変だったと思うの。でもそんな妙なちゃんにここまで付き合ってくれて本当に嬉しいよ。できることならこの先もずっと妙なちゃんのそばにいてくれないかな。妙なちゃんも君にたくさん幸せを届けるから。ミョーナちゃん汗でベトベトです。この不快感も気持ちいいといえば気持ちいいけど、誰かなんとかしてくれないかな。例えば先輩がタオルでふきふきしてくれるとか。そしたらミョーナちゃん嬉しいんだけどな。先輩、ミョーナちゃんはいつまでも先輩と一緒にいたいです。なんでりょうなちゃんがこう思ってるか。先輩はもう気づいてますよね。それでもやっぱりちゃんと告白をしたいです。りょうなちゃんあんまり緊張はしない方ですけど、さすがに今はちょっと心臓がバクバクです。先輩大好きです。ずっとずっと大好きでした。ねえねえ、これからも魔物ハンターを続けるならもう少し体を鍛えた方がいいと思うよ。あら、りょうなちゃんだって意外とたくましいんだから。はっ、その顔は信じてないな。じゃあ触って確かめてみればいいよ。あのね、りょうなちゃん、君にはすごく感謝してるの。今まで何度も君にピンチを救ってもらったから、本当にありがとう。でもね、一番伝えたかったのは、感謝の気持ちじゃないんだ。笑わないで聞いてよ。あのね、りょうなちゃんは君のことが、好きなの。好きな人への告白ってこんなに緊張するんだね。りょうなちゃん、こういうことするの初めてだから。でも伝えられてよかったよ。真剣に聞いてくれてありがとうね。だからもう一回言っちゃうね。ありがとう。君のおかげだよ。りょうなちゃんは、やっと自分を取り戻せたの。比立蛇女子学園の忍び学生。それが本当のりょうなちゃん。りょうなちゃんが忍びだって知って驚いちゃったかな。無理もないよね。
忍びは影の存在だから普段は内緒だし。でも君にはちゃんと言わなきゃって思ったの。たくさんたくさん気持ちよくしてくれたからね。でも他の人には絶対秘密だよ。あのね、今まで見てきた世界は全部夢だったの。あれもこれも全部夢。リョーナちゃんの願望がそのまま反映された夢なんだ。そして君が夢の中のリョーナちゃんとたくさん触れ合ってくれたから、リョーナちゃんはリョーナちゃんを取り戻すことができたの。不思議なことだらけだったと思うけど、最後まで見捨てずに付き合ってくれた。やっぱり君にお願いしてよかったな。あのね、君は夢の中でたくさんのリョーナちゃんと出会ったでしょ。そのリョーナちゃんたちの共通点気づいたよね。そう、どのリョーナちゃんも君のことが好きだったの。それでね、ここにいるリョーナちゃんも。もうはっきり言っちゃうね。リョーナちゃんは君のことが好き。本当の気持ちを伝えることができたから。これならたとえ夢から覚めてもリョーナちゃんは絶対君のことを忘れないから。でもまたきっと会えるよね。うん、絶対会える。リョーナちゃんはそう信じてるよ。してるよ。大丈夫、君は絶対特別だから。後でもっと特別なイチャイチャゴロゴロしちゃうからね。